老化が早い人の特徴9つと対策について1分で説明します。2021年ネイチャーエイジングに出た報告です。9つ挙げます。いきますよ。歩くのが遅い、握力が弱い、バランス能力が低い、目が悪い、聞こえが悪い、外見が老けてる、 IQ が低い、老化について否定的な考え方である、75歳まで生きられないと考えている、脳表面積の減少。このうち自分の努力と理解でどうにかなるものがいくつかあります。 IQ が低いのとか脳表面積が減少するというのは仕方がないです。じゃあ老化を防ぐためにどうするべきかというと、普段から早く歩いて、握力鍛えて、バランス能力を保つ、要するに筋トレと、なるべく座らないということです。目が悪くなったり聞こえが悪くならないように生活環境に気をつける。老化について前向きに捉えて、75歳以上もっともっと長生きするんだというふうに考える。外見が老けて見えないように見た目を若々しくする。考え方と見た目が大事ってことです。これで老化しにくい条件に近づきます。やってみましょう。